北の大地北海道で活躍していた SL です。そのためヘッドライトが2つついております。通称カニ、カニ目とも呼ばれております。カニの目のように見えるかと思います。カニの目のように見えるところからカニ目とも呼ばれております。そして足元部分、スカートを履いているようにも見えますが、これは雪をかく道具、スノープラウと呼んでおります。ヘッドマークには大樹と書いてございます。大樹と書いてございます。大樹という文字を書きましたのは栃木県出身の書道家行風花さんによるものです。さあ、それでは SL 大樹号、だんだんと電車台へと近づいてまいりました。電車台に入る前に SL 大樹号は一旦停止をいたします。ただいま研修員さんの誘導の方の誘導のもと電車台へと入線してまいります。ではここで一旦停止をいたします。そして再び旗の誘導のもと SL 大樹号は停車台へ入線をいたします。皆様、東武鉄道では SL を見たら手を振ってください、手を振って協力をお願いいたしますということをお願いしてます。もし皆様も手を振っていただいて SL 大樹号のお出迎えをお願いします。皆様ありがとうございます。お構いなくありがとうございます。SL 大樹号、お疲れ様です。今日2回目の停車台ですね。お疲れ様です。機関車、機関車さんもお疲れ様です。今日もまた頑張ってください。お願いします。では、大樹号は停車台に入線です。夏は暑く、冬は寒い、北打ちですが、皆様がこのように手を振っていただくと、
後ろに車掌室が、車掌車がありますが、車掌車の窓もご覧いただけますか。お正月飾りとなってます。ただいまの奇跡の合図は連結の合図でした。ただいまのは連結の合図です。この後 SL 第10号は客車と連結をします。連結をするときにもこの奇跡の合図が鳴ります。では間もなく SL 第10号は開店の終了となります。この後下井町で発車いたします。昼の温泉駅と下井町の間12.4キロ、36分で駆け抜けております。1日3往復、土日を中心に SL 第10号は運転をしております。年末年始は1日まで動いております。明日も SL 第10号は頑張って走ります。後ろは来れない。このまま向こう行ったんです。ただいま電車内の予定が終了となりました。まもなく予定の会議場は電車内から出発をいたします。その後もう一度予定の会議場17時26分頃電車内に入店をします。今日は奇跡の合図とともに出発です。ご覧いただきありがとうございました。気をつけてお帰りください。